ちなみになんかざっくりですけど、とんでもないものって、まあ、その方のお買い取り金額っはい。て。買取金額が200万ぐらいでし200たね。万？はい。2DK ぐらいの部屋に のタンスの中に絵画がブワーッと並んでて、なぜなんだみたいな。入り時。B から外れて、ちょっとその C の方なんですけど、どういう人がやっぱ売りに来るのかなみたいな話で言うと、まあ、冒頭でおっしゃってた、やっぱりこう、生前整理とか、まあそういったところで意識されてる、まあ高齢者の方々が少しずつ増えてきたのかなみたいな話もあったと思うんですけど、やっぱりあれですか、50代、60代、70代の方とかが多い感じですかね。そうですね。一番多いのはやっぱりその持たれてる当の本人よりもその息子娘世代ですね。売り時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。詳しくは概要欄から。もうお父さんお母さんもうそろそろちょっと片付けていこうよっていうような感じで、お声掛けをいただくっていうことの方が多いかなと思います。セミシニアって40、50代ぐらいのことですか？そうですね。だから70代、80代ぐらいのまあ、6、まあ、ぐらいのあれですかね、お父さん、お母さんがいらっしゃってっていう方の息子さん、息子娘世代ですね。じゃあ、まあ私も父70代なんで、家にこんなものがあったら、ちょっと出してみたらいいんじゃないかと思われるような、高額査定がつくかもしれないっていう、まあ、期待値が高いものっていうと、なんか、どんなものがありますかね。まあ、期待値が高いのはやっぱり掛け軸とか。掛け軸？掛け軸は本当にもうその差が激しくって、もう安いものは本当にもうまとめて10本をまとめて1000円で買い取りますっていうようなのもあれば、もう1本で数百万、数千万っていうのが出てくることもあるので、何でも鑑定団の世界ですね。そうですね、僕も今年1回、1本500万の掛け軸をちょっと扱うこと、機会がありまして、その家は別にそのなんていうんですかね、骨董品が好きで集めてた家ではなくって、もう代々あるものをもうとにかく出してもらったっていう家なんですけど、1個あるのは、まず10本あれば1000円くらいで売れるんだっていうところが、まず、まあ、そもそもなんか、価値つかないんじゃないかみたいなものも多いんじゃないかなと思ったんで。基本的には、でもまあ、僕らはですけども、とにかく値段をつけないということはないです、基本的には。あ、そうなんですだね。からまとめていくらみたいな、もうどうしても売れないものは、再販ができないものはもちろん値段はつけれないんですけど、まあ、再販が可能なものは、まあ、うちはまあ、オークションをやってるっていうこともあるので、これはこれとこれをまとめれば価値が出るなとかっていうのを考えながらやるので、基な本る的ほにど。は値段をつけるようにしてます。売り時。ただ、先ほどおっしゃってた、この価値があるもの、何百万っていうものは本当にレア中のレアでしょうけど、もう本当にまあ何十万クラス以上のもので言うと、何ですかね、全体は何パーセントぐらいあるんですかね。僕らがよくいろいろ、まあ、コンサルとかもさせていただいている中でお話をするのが、やっぱり骨董業界って、前回も話したかもしれないんですけど、10点9敗なんですよね。買い取りに行くと。なるほど。10件行くと、9件は、そんなにもうその価値がつくようなものもなくて、交通費とか、日当とかを考えたら赤字になっちゃうなっていうようなものなんですけど、残りの1件で全てが回収できるっていうような案件が多いんですよ。ですので、その1件に当たると、やっぱり、まあ、1回の買い取りが数百万とかっていうのはもうざらにあることなので、それがまあ面白いところかなと思いますね。買取業者側の立場に立つと10%ぐらいの確率なんですね。そうです。だから、まあ、父が骨董屋とか、おじいちゃんが骨董屋とかではなくて、リユース業界からスタートした骨董屋からの意見としては、基本やっぱり骨董屋さん多いのが、やっぱり電話の問い合わせの段階で、ある程度もう、あ、ここは行くべきか行かないべきかみたいなのを判断されて、もう行かないという判断をされるんですけど、とにかく全部行くんですね。全部行った先に、やっぱりその10点しないと、その1勝って取れないんですよ。でも、やっぱりこれを選んじゃうと取れなくなるし、ほとんどの方がこの9点やった段階で全然儲からないじゃないかってなって、心が折れちゃって、骨董品のジャンルから手を引くっていう買い取り屋さんが多い印象なんですね。だから諦めずやってほしいんだっていうのをいつも言うんですけど、例えば、9敗してるところを行かないと勝率上げられると思っちゃいそうじゃないですか。その9を回らないと勝てる1になんか巡り合わないんだっていう印象があったんですよ、今の話だと。はい、そうです。おっしゃる通りで、これなぜかっていうと、お客さんもそのものの価値を分かってないわけですよ。なんか昔から置いてある金ピカの花瓶、これは高そうだなって電話してくるんですよ。でも、そんなのは実は高くないかの知ってるから、骨董屋さんは。だから断るんです。でも、実はその脇にある、もう薄汚れた壺はめちゃくちゃ価値があるとかっていうのは分かんないですよ、お客さんは。だから電話越しではまず言わない。行ってみないと分からないっていうのが、もうこの骨董業界の面白さだと思います。まあ、僕は実際に、ほとんどそういうケース、お客さんが思ってたものと僕らが思うものっていうのが違うっていうのはすごくありますので。今の話は結構面白くて、で、例えば、都内とかで、全然骨董品じゃなくてですよ、
一般的な買い取りを出張買い取りで買ってるとか、うん、まあ、あとは出品代行やられてる方とか、やっぱりなかなかこう移動コストが高くなっちゃうから、ある程度選定しなくちゃいけないといった時に、売りたい商品と実は違う、その横にあった他の商品で、まあ、利益が出るってことはあるって話はあるんですけど、とはいえやっぱり勝率を上げるためにやっぱ努力されていると。で、何のデータ見てるんだっていうと、やっぱ地域とか、あと東京の場合はやっぱマンションとかやっぱ多いじゃないですか。で、そういうマンション面とかで比較的そのマンションに住んでる人たちは平均単価がこのぐらいでとかっていうデータがだんだん溜まってきて、まあその中で運用の最適化をかけていくって話は聞いたことがあるんですけど、ホットヒの場合そういうことってできないですかね。お客さんからまずその全体の写真を送ってもらうみたいな。うん、そうっすよね。すると、まあある程度そのお客さんはこれを思ってるけど、全体の写真を撮ってもらうと、実はこの奥のこれが価値があるんですっていうのは分かるかもしれないですよね。なんか私が言った話の場合って、結局購入してから多分5年以内のものとかの買い取りとか、そうですね、服とか家電とかで、そうなってくるとその方のなんか、しかも私物じゃないですか、自分が買ったものというか、だからその方のその年収とかがまあ比例してくると、はいはい、まあ、すなわちそのマンションとか、なんか地域とかの、その家賃相場と、まあ一定連動するんじゃないかって想像できるじゃないですか。はい。でも、骨董品の場合って、まあ先ほどおっしゃった通り、まず、ご自身じゃなくて、息子さんとか娘さん世代かもしれないってなったら、まず比例しないし、代々とかになってきた場合、まあもっと遠くなってくるんで。そうですね。うん。まあ住所がどのぐらい関連してくるのかっていうところが、ちょっと読みづらいですよね。読みづらいですね。ですので、もう本当にもう、僕の言ったケースで言うと、ちょっと言葉は悪いですけども、ボロボロの、アパート、なんとかそうみたいな、うん、そういう家に行って、ああ、みたいな感じで行ったら、もうとんでもないものがたくさん出てきたっていうケースも全然あるので、だからこればっかしはね、難しいですね。それちなみに、なんかざっくりですけど、とんでもないものって、まあ、その方の買い取り金額って、はい、買い取り金額が200万ぐらい。200万、はい、2DK ぐらいの部屋にのタンスの中に絵画がブワーッと並んでて、なぜなんだみたいな、もう開いてこっちもなぜなんだみたいな感じになっちゃって、で1個だけなんかそのサンゴの置物だったかながあって、これが秋篠宮様か天皇陛下どちらかにのために作ったものと、もう一つ、うん、作ったものの片割れがその人の家にあったっていう、はい、なんでなんだみたいななんでなんだ結局聞くと、もう90代の おばあちゃんだったんですけど、20代30代に占い人ってものすごい代を成した方だったらしくって、うん、それがまあちょっと晩年はまあちょっといろいろあってあれだったけど、まあ、自分の大切なもんだけをずっとその取っとったんだっていう。でもその実を言うと、それも90代のおばあ様はもう特に興味がないんですよね、うん、でも、ケアマネさんが電話されてこられて、ケアマネさんがこれはちゃんと見せた方がいいよって言ってくれて、お声がかかったんですけど、いいケアマネさんですね。そうです、そうですだってそんなの絶対家賃から想像できないですよね。いや絶対想像できないですもう本当に多分共同風呂でしたし、あえ 今なかなか見ないパターンの家だったんですよ本当に。じゃあ3万以下ぐらいの家賃で200万円のものが買い取れてしまったってことですね。そうですね。これは想像できないな、絶対想像できない。そうなんです。だから僕らとしてはまずはやっぱり行くっていうことを心がけていくと、 その10戦した、まあ、10敗したものも全て元が取れるっていう、まあ、そうしないとなかなかいいものに出会わないっていうのはもう事実だと思います。うん、面白い、面白いですねこれそうですね。だからあなたの家にいいものが眠ってるかもなんて言っても自分たちじゃ絶対にわからないから、ひょっとしたらその10人のうちの1人になってるかもしれないよくらいの期待値ですね。そうですね。まあ先日もですね、うちのお店に持ち込みがあったんですけど、うん、4点ぐらいで花瓶3つとお皿1枚だったんですよ、うん、で花瓶3つはもうまとめてももう300円で許してくださいみたいなもんだったんですけど、残り1枚のお皿が、まあ、うちのスタッフが受けたんですけど、まあちょっとある幻の焼き物の名前だったんですよ、うん、が書いてあって、まあそんなものがまあ出てくるはずないんですよ、まあ偽物ですよねみたいな感じで持ってきたから、そんなもんあるわけないだろって、偽物だよって、まあでも一応見ようって言って箱から出したら、あれって思ってちょっと待ってみたいな感じで見ると、それがまあ本物で、でまあちょっと過去の文献とかも僕その焼き物についてちょっと勉強してたので、文献とかを見ると持ってこられたものがその文献に載ってるんですよ、うんうん、昭和40年代の本にそれが載ってて、そのものがまさに来てるんです。で持ってこられた方は全くご興味がなくって、一応なんかそう書いてあるけど持ってみたんだけどみたいな、
いけんかったら捨てるんだけどみたいな感じで持ってこられて、接客ちょっと僕変わって、どうされたんですかこれっていう話をしたら、いや、あの、おばが亡くなったのが10年前で、うん、まあちょっとぼちぼち遺品整理していこうかな思って、したら出てきた系みたいな感じで言うから、うん、まあ結局まあそれはまあきちっと高額で買わせていただきましたけど、美術館にそれを納めるっていう話をちょっといろいろ話をしてますけど。ちなみに金額って聞けますか？金額はまあ100万いかないぐらいですね。ああ、お皿1枚で？もう本当にこれぐらいのお皿1枚。それでもだって分かんないですよね。持ってってる人もまさかそんな金額になるなんて思ってないですよね。多分あれ普通のリサイクルショップに持って行ってたら、なんなら多分捨てられてたと思う。あの、多分本当にあの業界の人しか分からないような焼き物なので。美術館に飾られるようなものが。そうですね、それはもう確実に、まあ、僕は、まあ美術館買ってくれればいいんですけど、うん、まあ、美術館買わないんであればちゃんとしかるべき、あの、大切にしてくださるところにお譲りしようかなとは思ってますけど、うん、査定士としてのなんだろうバリューってそこですよね。見る人にでは価値がないけど、そこを勉強すればするほど価値何倍にも何十倍にも引き出せるってことですもんね。なりますね、はい。売り出しということは、ちょっと、その査定士側の話に、ちょっとあの、お聞きしたいんですけど、査定士側の話を。ものによっては、なんだろう、価値が低かったり、ものによっては、ものすごい金額になったりってあると思うんですけど、一方で、価値が高くなるってことは、なんかコピー品とか偽物とかも出回っちゃうじゃないですか。で、あとは、まあ、海外の中国人のバイヤーが一気に買い付けに来てとか、まあ、いろいろその、海外の方の動きっていうのも、今、骨董品にも及んでるのかなと思うんですけど、今、買い取りする上で、なんか気をつけなくちゃいけないところっていうのはどんなところなんですかね。やっぱりなかなか、侵害判定をするっていうのは、まあ、現実的に難しいと思うので、そこはやっぱり協業をしっかりしていっていただいて、まあ、その、ライン査定なり、地元の骨董屋さんと組むなりっていう協業をしっかりしていただければいいかなと思うんですけど、で、中には、もちろんその、作家名が読めるものとかっていうと、どうしてもヤフオクとかで調べちゃうと思うんですけど、必ずしもね、それが本物かどうかもわからないし、その値段で売れるかどうかもわからないので、そのあたりは本当に気をつけないと、うん、まあ、例えばヤフオクで、その作家さんのものが100万円で売れてるから、60万円で買おう、70万円で買おうっていう感覚はもう絶対持たない方がいいかなと。まあ僕もいろんなリユース業界、いろんな商材に携わってきましたけど、一番偽物が多い業界ですので。あ、そうですか。はい、一番偽物が多いと思います。ですんで、やっぱりそのあたりはしっかり協業していっていただいた方がいいかなと思います。なんか具体的にはお客さんがこれ売りたいよって来た時に、そのぐらい判断できない感じなんですかね。どうなんですか。まあそうですね、やっぱり本物偽物となると、もちろん僕らもライン査定をして、お客さんから送られてきたものに対してすぐレスポンスよく返すようにはするんですけど、まあ仮に返したとって、これは基本的にはやっぱり本物としての査定しかできないんですよね。で、まあ、明らかな偽物はもちろん分かるので、明らかな偽物に関してはこれはちょっとやめといてくださいという感じでライン査定でもできるんですけど、ただまあ口の感じとか、まあ、触り心地とかですね、そういうのも見ないといけないようなものとかになると、やっぱり本物偽物というのは難しいと思うので、地元に一社そういう方をと知り合っておくとか、我々がお付き合いしてるライン査定でお付き合いしてる業者さんの中ではお預かり、まあ、うちに送っていただいて、うちが判断してお返しするっていうことはやっていただいてますので、そういうパターンも全然ありかなと思います。売り時。ありがとうございました。最後、告知とございますか。冒頭でも、まあ、お話をさせていただいたんですけども、私自身がやっぱりリユース業界から出てきた骨董屋として、今、オークションを開催させていただいてますので、まあ、できる限り、そのリユース業界の方が入りやすいオークションっていうのをすごく目指してるんですね。やっぱり自分自身も、昔ですね、オークションに行った時にすごく心細くって、誰にも何も聞けれない状態で、騙されてきたっていう経験があるので、そういう経験をした僕が主催をしているオークションですので、もう気軽に聞いていただければ、できる限りその高くいい方法で販売できるようなオークションを目指しているので、まあそのあたりもしご興味があればぜひご相談いただければありがたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。オークションと先ほどのライン査定の件、御社のライン査定の件は概要欄の方に貼っておきますので、ありがとうございます。興味ある方は見てみてください。はい、ということで本日も大変勉強になりました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。